せーの、皆さんお疲れ様です。ハッチョコです。エリナです。エリナです。お願いします。はい、お久しぶりです。久しぶりです。ここが、そうそうそう、明けおめぶり。明けおめぶりです。そうだよね。明けおめした。違うの。違うのあのカフェの動画以来の一緒の動画なんですけれども、はい、今日は久しぶりに会って動画を撮りました。はい、撮りました。うん、撮ってます、はい、撮ってます。トレンド韓国顔になれる方法まとめですねという動画を、はい、エリナさんが、私が出したんですけど、はい、今日は実際にちょっとやっていただこうかなという企画になっております。はい、はい、私が教えてもらいながら実際にメイクをしていくっていう内容の動画になっています。はい、完成形は今日こんな感じでできたんですけど、なんか私が想像してる今どきっぽい女の子をインスタで探して、それをちょっと参考にしつつやってみたという感じなので、はい、前回の動画となんか見比べながらというか一緒に参考にしていただけたら嬉しいです。はい、それでは見てください。はい、じゃあまずはカラコンから始めてください。始めていきます。はい、ちょっと目のサイズが大きくなる感じですね。よしよし、じゃあまずはベースから始めてください。はい、ここでチートアイテムを使わせていただきます。はい、久しぶりにこのウユクリームを買ってきたというか買ってきてもらったので、これをねつけていきます。はい、やっぱりちょっと韓国の女の子は、まあ、白目だから白目のイメージ、なんだろうな、別になんかすごいもう白いファンデーションを塗るっていうよりは自然にって感じだから、ウユクリームとかで、まあ、ちょっとトーンアップっていうぐらいがちょうどいいかなって私は思います。はい、じゃあベースはこの VT さんにいただいた、なんだグロー、ちょっとねグローっぽい感じのベースだった気がするんですけど、ピンクのやつを使います。ちょっと今日はポワッとした感じの発色の、なんだろうね、リップとチークを使いたいので、自然にピンクのベースで血色感を出します。はい、ケイトのはね、パウダリースキンメーカーのこれは01番の色ですね。はい、まあ浮くほどの白肌はちょっとさすがに、なんだろうね、ちょっと昔の韓国メイクっていう感じがするので、まあ、ちょっと肌に合う、首にもちょっとウユクリームとかそういうの塗って浮かないようにして、白肌、まあ自然な白肌にした方がチークとかは結構映えるので、まあ、白目、気持ち白目で。セザンヌの UV クリアフェイスパウダーの01番を使っていきます。はい、なんか本当にこのケイトのやつはもうパウダーいらないから、ケイトのファンデーションパウダーいらないぐらいマットになるので、おすすめです。マット肌好きな方はおすすめです。ちょっとマット肌かもしれない。じゃあ眉毛ですか。眉毛、これカラー私いつもこれ使ってるんですけど、これだとどの色を使いますか。どの色がいいですかね。でもなんか髪色に合わせた方がいいかも。はい、シャンのアイブロウマスカラです。こういう感じですが、ちょっとうまく出せなかったんですけど、結構明るいですね。結構明るいです。はい、じゃこれを塗っていきます。こんな感じですかね。まあいいですね。はい、普通にでも馴染むよね。馴染むね。すごいいい感じです。はい、で眉毛はこんな感じで、ちょっと柔らかめに仕上げていただいて、次はアイメイクに行きます。アイメイク入りましょうか。はい、これを全体、二重幅、OK、お願いします。かしこまりました。今メイクのレシピが決定されました。まずアイホール全体にこのラカのジャストチークのマルスっていうカラーを使っていきます。こちらは後でチークにも使うんですけど、アイシャドウとチークをね結構統一するといいです。 OK です。ラカとかさ、ヒンズとかって本当になんかさ、なんだろうね、めっちゃトレンドカラーじゃない。本当にそう、なんかえっていう感じ。もえ、かわいいね、もうなんか全部変えてくるけど。
お姉さん。とも思ってないんですけどね。それがやばい。いつもね、うん、なんかそのラカとか、うん、まあヒンスは1回しか行ったことないけど、うん、ラカとかもいつも見てるのね、うんうん、でもなんか絶対この犬持ってるじゃんって思って帰ってくる。わかるかもしれない。から1個持ってないです。下の袋、下の袋、下の袋にも、下の袋にも載せてください。涙袋にも載せることによってぷっくりします。ちょっと濃いめのベージュ、うん、それベージュっぽい感じの、うん、こういうやつですね。これはラカのジャストアイシャドウのリンダっていうカラーですね。リンダですね。はい、リンダさん。これを使えば OK です。なんか横幅をあれするといい、意識して。次はピアノカシミアシャドウの03番ですね。これをここのここの何ていうの、三角の横幅出したいから、うん、ここの部分三角のところに入れてちょっと濃くします、うん、承知。なんかそれもやることによって結構漏れ具合が増す気がしています。私は承知。なんか結構韓国の可愛い子たちの YouTube のメイク動画とか見ると、うん、なんかアイライナーなしとかも全然いて、その横幅でこう出すから、うん、そうアイライナーなしとかもいるので、うん、なんだろうね、そこを結構濃いめにするといいかも。なるほど。ちょっと意味わかんない。ちょっと意味わかんない。あ、幅を出したら別にそんなにアイライナーとかは意識ビューラーはどんな感じにします？ビューラーはね、まつげだよね。まつげはね、結構がっつり上げて、うん、もう下まつげも上まつげもマスカラを塗るっていう子が多い気がしています。 OK、うん、です。で普通に上げちゃっていいか。上げます。はい、ブラックアイメイクのブラックのやつですね。アイライナーはなんかもうすごい、まあ、今までのオルちゃんメイクだともうアイライナーって感じだったじゃん。はい、そうだと思う。もうなんか長いアイライナーが可愛い、うん、まあ、可愛いんですけど、うん、まあ、最近はそんなに長さというよりはなんか本当に私の主観だと結構アイシャドウによって横幅を広げているので、はい、まあ、ちょっと付随する感じで、付随っていうのなんかちょっとなんだろう、ちょっとちょっとだけ強調っていう感じなので、そんなに長さとかは意識しないで、まあ、スッと目尻に沿って下に描けますという。一旦目尻目で引いたんですか。いいと思います。あるんですよ、うん、いいです。このぐらいで、そうです。かなり短いですね。こちらもヒロインメイクの黒のマスカラです。ラインフェイカー保険剤 OK です。なくなってないね。でしょ。なんで分かんない。そこも出ないんだけども。23のマイアイシャドウのこのキラキラしたやつ使っていきます。もうマット系で固めるみたいな、うん、でキラキラ系に、上まぶたとかもキラキラ系でいくんだったらキラキラ系っていう感じで、なんだろう、マットならマットっていう子が多い印象なんですよ、私的に。だからマットで固めるんだったらあんまりキラキラっていうよりはなんか今みたいなその控えめなキラキラでちょっと涙袋を強調したいですね。はい、キラキラさしました。さっき使ったラカのジャストチークを使っていきます。これは影になってるから、うん、すごい濃く見える。
でもいいと思いますね。はい。なんかね、どうしてもやっぱりちょっと見えるの。すごい。カメラを通すとね、濃く見える。うん、やばめっちゃ。いろいろ。でもや。でもそれリップ塗ればまあ馴染むでしょうということで、次はシェーディングに行きます。はい、シェーディングアートクラスバイロダンです。ロデンですね。この2色を混ぜて使っていきます。なんかあれだよね、結構シェーディングはこうやって影を入れたいからって結構濃いめに入れちゃうと、うん、あ、光の外にいる時とか、うん、光の当たり具合とかでちょっとあっていうのとかあるから分かっちゃうことがあるから、うん、シェーディングは欲張らずに馴染む程度で。バイトの人そこを埋めるとあの鼻筋が結構目立つから、うん、なるほど、いいかと思います。こちらです。 BE09 番です。そう、最近めっちゃハマってんだよね、そのベージュ系のツヤっとアイシャドウを、うん、ハイライトですか。ミネラルのシャドウですか。わかんない。ハイライトはここで。いや、本当ですか。鼻筋だけ意識。鼻筋結構入ってるじゃん。スッて入れる。うん。なんか 3CE の店員さんが、うん、韓国の、うん、なんか結構もうラメがね、うん、なんていうの、めっちゃゴールドゴールドしたハイライトを入れてて、うん、結構メイクも強めで、うん、唇も。強い、なんか顔面が強い感じだった。黒髪でいいね、好きだった。なんか韓国の人ってさ、強めメイクをさ、うん、めっちゃ綺麗にするの上手じゃない。すごい、なんか芸術、うん、マジでアート、うん、ここの黒目下、黒目下からなんかアイライナーの終わりに向けてっていう感じで引くと馴染むかも、うん、はい。それ結構やってる子多くない？多い。韓国人もそうだし、なんか美容アカデミーの人のあれで見たけど、あ、本当に？なんかここに全然めっちゃ馴染んでた。薄く入れると本当にね、わかんないから、うん、薄いので最初は入れた方がいいかも。濃いので入れたね、今、うん、まあ、なんか上手にこう濃いめのメイクとかだったら馴染むけど、うん、他の色を使っていきたいと思います。これはピアの22番、うん、MLBB カラーですね。はい、じゃあ一通りね、メイクのやり方を教わって一応完成図です。イエーイ。なんかマジでいつもとカメラが違ってさ、うん、見え方が違うね。 OK です。じゃあこれで髪の毛とかを整えて、完成です。はい、ありがとう。え、よくない？どう？よい、よい、え、よいぞ。よくない？みんな、よいぞで、その前髪の分け方やめて。はい、はい、完成しました。はい、すごいいいと思います、うん、統一感がありますよね、うん、統一感ある。へえ、ちょっと今度私も自宅でやってみようかなと思っております。どうぞやってみてください。はい、ありがとうございます。他人行儀感それな。今回はこんな感じで完成いたしましたんですけれども、はい、こんな感じのメイクが今トレンドなんじゃないかなと私は捉えていますので、ということです。ということですね。すごい主観なんですけれども、うん、いやでも確かにインスタでこういう系の、うん、顔、メイクの人を見るようになったなとは思っていたので、はい、私のやつはこんな感じで挑戦していただきました。もし私がこの前出した動画まだ見てないよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらもチェックお願いいたします、はい。
この辺とか、この辺とか、この辺とか、この辺とかにちょっと貼っておいてぜひ見てください、はい、お願いします、はい、それでは良ければチャンネル登録と高評価、アテリストのフォローもお願いします、はい、お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。